いびきが発生する原因は肥満と飲酒というのもなんかおっさんっていびきうっさいって印象あるじゃないですかただ僕たちも条件次第で全然若くてもたとえ女性であってもあのいびきがうっさくなったりとかするんですよね。 やっぱ自分の人生変えたいなら食事睡眠運動習慣を見直すしかないわけなんですよねそして健康っていうのは人生の土台なわけなんですよ車と違って人間の体って壊れても新しいものに買い替えたりとかできないわけなんですよね、まあ、100年後とかはサイボーグ技術とかが進んでそういうのができるようになるかもしれないけど少なくとも僕たち現代を生きている下々の貧乏人たちが自分の体を入れ替えることなんていうのはできないわけなんですよね仮想空間に逃げない限りねでやっっぱりいびきがうるさかったら あの人と一緒にに生活すするるのも困難ななってくるわけなんですよねだから自分のいびきをかかないように生活習慣に気をつけましょうって話なんですけどとはいえ寝てる間のいびきって自分の無意識だから止められようがないじゃないですかただ止める方法を抑える方法はあるんですよねそれは痩せることとお酒はあんま飲ま飲な,な,、ね、なぜおっさんがいびきがうるさいって印象があるのかというと。 まあなんか子供の寝顔とか寝息って可愛いじゃないですかけどおっさんの寝顔とか寝息って全く可愛くないじゃないですかこれも <laughs> まあ本人たちからしたら勘弁してくれってそんなボロクソに言うのやめてくれっていうふうに思うかもしれないしお前も大之助もどうせ10年後20年後にはおっさんになるだろうっていうふうに言われるかもしれないですけど、まあ、なんでいびき発生してしまうのかというとなぜ肥満がいびきの原因になってしまうのかというと太っていると喉の周りにたくさん脂肪がつくわけなんですよねそして空気の穴気道を圧迫してしまってそして その狭い場所を空気が通るからゴー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 っていうふうに言ってしまうわけなんですよね仰向けになって寝たら喉の脂肪があの空気の、ま、通りを悪くするわけなんですよねそしてもう一個お酒を飲むといびきがうるさくなるのはお酒を飲むむと喉のの周りの筋肉が緩むわけなんですよねだから仰向けになった時にその喉仏と,とかの方の,あの脂肪が下の方に垂直に落下してきて落下してきてというか下に垂れてきてそして喉を締め上げるわけなんですよねで空気が通らなくなってゴーゴーゴ,ーゴーっていうふうになるわけなんですよ であのお酒が良くない理由っていうのはいくつかあるんですけどまず一つとしてお酒のアルコールを分解する時にアセトアルデヒドっていう有害物質が出てきて睡眠の質が低下しちゃうわけなんですよね。 まあ入眠までの,その意識が朦朧としてきてすぐ眠れるようになるけど代わりに有害物質を除去することに体のリソースが使われちゃって本来寝てる時には脳にたくさん血液を送って脳の老廃物を除去するのに使わなきゃいけないのに有害物質を除去するのに体のリソースを使わなきゃいけないから深い睡眠が取れなくなっちゃってだから2日酔いとか朝目覚めた時に気分が悪いっていう風になっちゃうわけなんですよね。でさらに肥満とか飲酒のもう一個悪いところが睡眠時無呼吸症候群なんですけどまあ名前は聞いたことありますよね。というかどういう 症状なのかというともう読んで字のごとく寝てる時に無呼吸になっちゃうんですけどそれの何がいけないんですかって話じゃないですかただ人間の体っていうのは当然酸素を補給してあの生命維持をしているわけなんですよねで酸素が補給できなくなったら、まあ、喉に脂肪が詰まって呼吸ができなくなりますっていうふうになったら人間死んじゃうじゃないですかだから僕たちの体は「やべえ酸素入ってこなくなった起きろバン!」っていうふうに体に AED みたいなショックを与えてフクっていうふうになるわけなんですよねでそれで空気を無理やり通してるわけなんですけど これは何がいけないかというと人間は深い睡眠に入っている時はリラックスしてないと深い睡眠に入れないわけなんですよねただ睡眠時無呼吸症候群だと体にショックを与える緊張させているわけなんですよねつまりリラックスとは真逆の状態になっているわけなんですよ当然深い睡眠が取れない脳,脳に回すリソースがなくなる脳の老廃物を除,除去することが除去しきることができなくなるだから睡眠,睡眠の質が低下してしまうだったりとか 寝ている間に体のメンテナンスとかを行えなくなって肌がどんどんガサガサになってきたりとか薄毛になったりとか代謝機能が低下して太りやすくなったりとか糖尿病とか高血圧とか血管がボロボロになって動脈硬化だったりとかいろんな病気になりやすくなるんですよねだから睡眠時無呼吸症候群とか飲酒を日頃から行っていると脳が休まらないし翌朝起きても頭がすっきりしないと頭がすっきりしないから仕事でもメスが増えていつまでたっても昇進しないとか周り人間関係もボロボロになってったりとか。 で仕事がミス,仕事でミスが増えるから残業がどんどん増えて眠る時間が遅くなってストレスが溜まってだから家帰っても酒を飲んで酒を飲むから睡眠自分呼吸症候群になってっていうネガティブなスパイラルに陥っちゃうわけなんですよねそうならないためにもいびきがうるさかったらやっぱ家族とかからも「いびきうっせえよ」っていう風になって家族とかもどんどん疎遠になっていくじゃないですか心,心が離れていくじゃないですかそうならないためにも日頃から あのス,リムなにスリムな肉体を作っておくということ日頃から運動するということそしてお酒の飲み過ぎには注意するということ、まあ、せめてコップ一杯ぐらいにしておきましょうねっていうことをお伝えしたかったです。